にちはどうも岡田兄弟なにの岡田龍之介です。妹の岡田優衣です。はい、今日は朝スタバ、朝スタバ寒い、そしてペアルック、ペアルックでね、あのスタバ飲んでみようという企画です。ペアルックスタバ、お兄ちゃんめっちゃ緊張してて、スタバ来る道中からも同じ服着ててさ、街中歩いたわけよ。マジで恥ずかしかった。だってペアルックってしなくない？もし仮に恋人とかできたとしても、したい派。うん、今まで好きな人できた時ペアルックしたことある？ある。あんの？どんなやつ？靴からトップスまでおそろい。全身？パンツはもともと持ってたジーパンでみたいな。色だけ合わせようみたいな。そうそうそう。そういうとこ行ったの？ペアルックして。将軍池公園。いやどこ？俺たちの地元。お兄ちゃんは？ペアルックはないかな。同じ服の色味も嫌だね。え、なんか服は自分の好きなもの着たいからさ。ちょ、マハルについていい？ちょ、待って、本当に言ってんの？おいおい、あ、いいよいい。岡田兄弟、ゆいがトイレ行っちゃいました。一人なんですよ。デビューしていきたいと思います。こちら、スタバの新作のフラペチーノ、めちゃくちゃ美味しいです。なんか、いちご牧場、いちごケーキ、いちごショートケーキ屋さん。なんかこれ、僕もともと普段アイドル活動してるんですけど、メンバーが美味しいよって言ってたんで、すごい気になってたんですよ。でも僕、岡田兄弟、はい、今ユイの間に一人で紹介してたこれ。でも僕、何さっきお会計の時さ、スタバカードあったからさ、なんかユイにかぶせて、俺出すわとか言ってさ言ってた、俺出すからいいよとか言ってさ、ユイ注文バーしてさ、一緒にやったから、これ席座っといてやみたいな言うやん。で、一人になってさ、お会計でスタバカード出したらさ、あ、すいません、お客さん、僕残高、はい、足りないですって言って、あ、もうそんな使ったんだと思って、もうそこまではいいよ、チャージしますかって、あ、じゃあはい、チャージしますとか言って、財布の中みたいにお金入ってなかった。もっとダサい、二重で走ってユイのとこに行こうってお金貸してたけど、あ、お釣りもうめんなさいからいいよって言って、あげるお釣りって、妹からもらったお釣りに対してよっしゃーって言って、めっちゃ怖い。よっしゃでしょ。その星買うにロエベ、あ、違うん、これもう街のところで買う、なんかのブランドではなくて一目惚れした方。なんかさ、ニット帽ってさ折り返しついてんじゃん、結構、はいはい、基本的にビーニーだね、うん、ね、ビーニーってこうなんか、わかる、ビーニーって言わない、え、その折り返しついてなんかちょっとさすがおしゃれさ。いやいや、ビーニーがあんまり好きじゃなくて、こういうペタッとしたやつが欲しくて探したらあったから買った。 K-POP アイドルみたい。え、今日かわいい。いや、あの帽子がね。は、そこささらっと褒めた方が絶対モテるから。帽子が私からうわ、いい。知ってる、白いの見えてるし、うちおでこが知ってる、思った、それ何知ってる、これよく見たらさ、なんか白いのはみ出てんのよ。あ、これね、ティッシュ。なんでなんでなんで、あ、肌荒れしちゃうの嫌だから。うち帽子とかかぶると汗とかで擦れて肌荒れしちゃうんですよ、結構髪の毛とかで。だからそのティッシュ挟んでるの。はい、はい、こうです。いや、ゆい、だってキャップかぶるときもそうじゃない。そうだよ、はみ出してまでかぶりたい。はみ出してまでかぶりたいって言ったらはみ出ちゃうの、気づいたら。でも気づいたら最初からだから。そして笑って押し込んでんの、親指で。あ、そうなの。それ誰が発祥なの？ユイが生み出した。私が生み出した。え、でもマジでおすすめ。ここまで化粧してる人とかは本当にここにティッシュ入れるだけで全然汚れも違うし、肌荒れもしなくなる。ガチするくない、帽子かぶると。わかんない、俺帽子いつもかぶってるけど肌荒れない。うん、すごいね。おでこはまたニキビの話になってるから。ニキビ兄弟。いや、本当にパンケーキの時もそうだから。岡田兄弟、なんかどう最近、楽しい？仕事と家の往復よ。神戸行ってね。悲しい。でもこのさ、お揃いの生地さ、あ、確かに気づいたな、お揃いだって忘れてた、恥ずかしくなってきた。うん、めっちゃ気持ちこない。え、この服めっちゃいい。え、気持ちいいよね。本当はママとお揃いで買ったんだけど。買ったやつだ、そう、ジェイダさん。マジでここのさ、素材気持ちくない？これ気持ちいい、いいね。そっちは着やすい。おいぃーわんわんサイレンが進まんないリアクションが。おいぃーうわんわんずっとサイレンだ。いや、サイレンが。じゃあ、これさ、ペアルックしようって言われてさ、なんかユイにこの服渡されて、
2色あるけどどうするとか、でも私もうグレーだから、あんお兄ちゃん白ねってもう選択肢なかったよね、どうするとか聞いてたけど、悩んでうーんって言ってる時に、あ、白ねみたいな選択肢なかったよ。俺グレーの方が好きやけど。そうなん、グレー多いもん、パーカー。確かに、え、あげないよ。でも、うん、もらうのママだからそれ。あ、そうなん、あ、じゃあママに渡したらいい、今度。てかさ、最近オールバックだけど、どうした。おお、いいこと気づきますね。うん、あ、1対1。安心して、下の方がでかいから。あ、よかったよかった、まだよかった。いや、なんかね、うちも1対1なれるんじゃない。いや、ゆいは、おゆうち今日ハゲ上がってない。ハゲ切ってます。いや、お互い、結構疲労お互い、やばくない。1対1、1対1じゃない、うちこそ1対1じゃないよ、うん、1対1、約1対1。なんでこれ、誰の、誰のおでこ、これ母、父、わかんない。でもおでこ隠したら、うん、あの顔めっちゃちっちゃくなるってことがわかるやん。それ切ないよね。確かに。最近イメチェンしたんですよ。なんで。僕普段アイドルグループやってるんですけど、はいはい、デビューして1周年の記念ライブがこの間あって、あ、やってたね。そうそう、あって、うち行けなかったやつ。いや、本当に来てほしかったんだけど、があって、その時にテーマが進化、1年の成長とか進化だったんよ、俺たちのライブテーマ、うん、ってなった時に、まあ、パフォーマンスとかでは進化するのは当たり前だとして、でどっか見た目で進化させたいなと思って、うん、で思った時に、俺今までセンター分けとかおでこ出し本当に NG だったの、まあ、NG だったね、人生で、うん、だって暗殺教室って映画出た時もセンター分けキャラだったけど、センター分け俺ちょっと嫌、なんか嫌ではない、やれってやったらやるけど、うん、センター分けじゃなくて原作アンチの人に戦えたけど、向こうから言われた。あ、そう、向こうから言われた。そんな俺がついに、はい、おでこ出し解禁しました。確かに、まあ、ここら辺でね、見た目で成長していこうかなっていう上げ上がっていくってこと、うん、でもなんかここのシワが嫌だから見せたくなかった。そうそう、嫌だったんだよ。え、でも分かんなくない、全然。本当に俺ちっちゃい頃から一時期本当になんか痩せたくなった時期があって、その時にご飯以外にもどうやったら顔小さくできるかなって考えた時に、こうこうやったら言ってたね。こうやったら、あのおでこのここの頭皮がキュッキュッて下がってきて、少しね、やってやって、もう一回下がってきてる、下がってきてる。こう耳動かすついでにここもなんかピクってなんの。それやって人と喋る時とか、え、そういえば、あ、おでこだと思って、そういえばね、みたいな感じでやってたら、喋る時に無意識にこう、なんていうの、おでこにしわ寄せる、眉間にしわ寄せる癖がついちゃって、そしたら、気づいたらここにめっちゃシワできるようになっちゃった。でもあんま気になんない。え、気になんない、気になんない、全然気になんない。岡田兄弟、こうしたいなみたいな、こうなりたいなとかないの。やっぱセクシー系雰囲気出せるように頑張ってる、最近も。最近っていうかさ、2023年始まった頭ぐらいからさ、今年の目標はエロい女とか。あ、そうそうそう、よくしてんね。いや、ずっとしてたよ、目の前で。うん、嘘でしょ。いや、ほんと。え、どうなってるし、うん、え、何頑張ってんの、エロい女になるために。やっぱよいしょよいしょに吐息を出す。思った。すごい。いつまでちょっと。最近あのゆいがお兄ちゃんちょっと仕事で動画撮りたいから協力してみたいな言ってきて、何って、いいかとりあえず来てんって、まあ、呼び出されたわけですよ。なんかね、芝居のオーディションかな、オーディションがなんか仕事かなんかで使う、はい、で、はい、治療映像みたいな、治療映像があって、急に演技しだすんだよ。なんか今日はしかも顔面近めでみたいな、バストアップというか顔面寄りで撮ってくださいだから、この距離で俺撮ってんの、妹の演技を。そしたらなんか演技始まったとか、すごい吐息多めの芝居するわけ。あなたはこれ大げさに言ってるけど、まあ割とこんな感じ、本当になんか吐息多いというか、吐息かかってくるぐらいしてくるから。俺は持ってるわ。持ってる。なんか芝居からなんかエロい女目指してんのかなって。出そうと思ったらもう出ちゃった。出ちゃってる。出ちゃう。よくない。よくない。よくない。絶対落ちるやん。やめろ。岡田兄弟。ゆい、どう？顔似てるとか言われる？お兄ちゃんに。普段。言われない。言われないよね。笑い方似てるって言われたことある。ああ、笑い方。ガハハハハみたいでしょ。え、とか。いや、笑い方。あ、でも人見知りあるあるの笑い方。いや、なんかね、笑い方、岡田兄弟多分独特なんだよ。多分2人とも笑った人は嫌な笑い方だよ。お兄ちゃんの方がいい。いやいや、女子がガッハッハって笑ってるのはまだ知らないけど、お兄ちゃんがウフフフって笑ってるのはよくない。文字に起こした時はウフフフだもん。ウフフフフだもん。
いや、そのもの、それもやばいよ、笑い方。岡田兄弟カエル化したことある？笑い方で違う、いろんな意味で。でうちでもある、あった。言って言って言って、あの人生で絶対に揺るがないカエル化条件っていうのができたの、はい、何ですか、聞きたいです。カラオケに行くかどうか。どういうこと？だからめっちゃ好きな人だったら、その人が音痴でも上手くなくても可愛いっていうので包み込めるから、差しで多分カラオケ行けると思うんですよ。けどこれからどうだろうみたいな人で、まだ気持ちが高ぶってない人と カラオケ行ったら絶対うちカエル化すると思うんだよ。でそれで音程ちょっと外してみるのなんでみたいな。いや音程外してても上手くても多分カエル化する。へえ。2人でカエル化行けるか、あ、2人でカラオケ行けるかっていうのが大事な気がする。じゃあどう？カラオケは、僕はね、仲いい友達とも行きたくないね、カラオケは。なんか、お兄ちゃんの場合、下手くそなわけじゃないんですよ。ただ、自分の声の高さに合ってない歌を歌っちゃうから、出なくて、ずっと赤羽。だって俺一番好きな曲、ミックスなってたもん。いや、だから出てないのよ。隠し子の歌が聞いちゃった。でも分かる、一番好きな歌ほど声出ないってあるよ。分かる、そう。内気の一振りカラオケしてる。マジ？牛丼食って一人カラオケした。そんな生活すんの？めっちゃ意外じゃない？なんで？だから見てる、いや俺はさ、ゆいだから分かるけどさ、見てる人からしたらさ、え、岡田ゆいちゃんが一人で牛丼、一人牛丼、はい、サラリーマンさんに並んで一人まるまるできるのみたいなところから。いや、そう、いや、多分そうね、その親近感から多分意外だと思うよ。ありがてぇす。だって世の中の女性ってさ、一人まるまる苦手な人多いやん。一人回転寿司いける、余裕、そんなん絶対余裕だ。てか行ったことある、絶対。一人ラーメン余裕、余裕のやつだ。だから一人でラーメン行くしかないよ。兄ちゃんは？俺はね、人にまでまで行けますね。行けるんだ。中学生ぐらいから一人でよく行動してたから。中学ぐらいから早くない？一人まるまるするの。一人ゲーセンとかよく行ってたね。寂しいやん。一回中学生の頃、一人ゲーセンやってる時に逆目になったんですよ。え？ガチャガチャ系のゲームってゲーセンの大体上とか最上階にあるから、階段登ってくんよ。3階建てか4階建てのゲーセンで、1階2階はそのなんかいろんな若者とか男女が普通に遊べる UFO キャッチャーとか、そのキャッチーでみんなキャッキャパーティーゲーム系なの。そう通ってる時に一人の女性と目があって、すごい目あったなって、めっちゃ見てくるなと思って、でも気にせず歩きながら階段登ろうとしたらついてきてる。いやでもまだ、でもまだ俺4階だし、まだその時2階だったから、違う3階に行こうとしてんのかなと思ったけど、4階まで行ったの。4階のゲームは本当に男の人しか、偏見かもしれないけど男の人しかいないようなとこだったら、女性が来るのはすごい異質なので、めっちゃ振り向くたびに近づいてくるから、まあでも気のせいか、同じ、あ、たまたま好きなゲームがガンダムだけかなと思ったら急に隣に来て、すいません今何してるんですかみたいな声かけられて、で僕当時中学生、いや初めての逆なんか怖すぎて、ああ逆なんじゃないじゃん、まだ。いやいや、何してる、何してるのって言われたの、うん、大人の女性に。びっくりしちゃって、ああ、ああ、みたいな、吐息止めのああみたいになったので、ゲーセンだから声聞こえないから、俺が多分何か言ってんのかなと思って、うん、すごい耳近づけてくれたの。でもね、ビビっちゃって、ああ、ああしか出ないので、で、あの、うわーみたいな感じの顔して逃げてったの、その人。どっちが、向こうが。そしたら何でかなと思ったら、俺30分前にあのニンニクソーダめっちゃ食ってたわと思って、ニンニクくす、ハッ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